皆さんこんばんは投資の隠れがへようこそいらっしゃいましたこの投資のチャンスをしっかりものにしましょうさて今回もとっておきの情報を提供していきますので最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ今日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに反発し 前日費円36銭高の 26, 円68銭で終えた前日の欧州株高や外国為替市場での円安ドル高が支えとなった前日までの2営業日で600円超下げていたため自立反発狙いの買いも入った日本時間17日の東京外国為替市場では一時1ドル129円台前半まで円安ドル高が進んだ採算悪化への懸念が後退し 自動車株など輸出関連銘柄を中心に上昇が目立った前日まで下げの続いていたファーストリテイリングが反発したほかネガサのソフトバンクグループや半導体関連株が上昇したのも指数の押し上げにつながった日銀の金融政策決定会合の結果発表を明日に控え市場では 日銀が政策修正を決めるとの思惑から、積み上がっていた日経平均先物売り銀行株会の持ち高を調整する動きが広がった、もっとも朝方の会一巡後の上値は重かった、日銀会合の結果を見極めたいと様子見姿勢の投資家も多く、次第に膠着感が強まった、東証株価指数は3営業日ぶりに反発し、終わり値は前日比16.58ポイント高の1902.89だった。 東証プライムの売買代金は概算で2兆4622億円、売買高は10億6526万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1366と、全体の7割強を占めた。値下がりは391銘柄、変わらずは81銘柄だった。このような状況から AI が予想する株価トレンドは、今後しばらく下がり続けると出ています。ただし 株は下落している時に買うものです長期 AI による株の買い時シグナルはすでに出ていますのでここからしっかり投資をしていくのも選択肢の一つですこのチャンネルの投資状況も今後お伝えしていきますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ 絶対人のせいにすんなよ。じゃあ、明日も絶対見てくれよな。